音頭の瀬戸を見渡す場所にある呉市の音頭高校。3年生の生徒が地元の特産品を使った商品を企画しています。思いついたものをもうポン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 出してきて100個ぐらい考えて、24人の生徒から出た100個以上の案の中から生徒たちで5つを選びました。呉産業振興センターが地元のお店などにお願いして商品化することになりました。まさか自分たちが考えたことが商品になるなんて思ってもなかったから、なんか楽しみもあるし、なんかこれで大丈夫なんかなっていう不安がちょっと半々ぐらいであります。音頭高校のある音頭町では少子高齢化による人口減少のほか、観光客に人気のあった音頭渡船が廃止になるなど町は衰退しています。町の魅力を高めるためには何が必要なのか、音頭高校の生徒たちが考え出したのは特産品を使った商品開発だったのです。地域のことを考えてきて、この商品などを通して音頭町の魅力を伝えていきたいと考えています。こんにちは。先月、生徒たちが考えた商品の一つを地元のお店が試作し、試食会が行われました。お待たせしました。生徒たちが考案した商品の一つ、音頭ロールケーキ。音頭大橋と音頭の渦潮をイメージしたそうです。クリームにも地元の農園で作られたキイチゴの一種ポイセンベリーを使っています。思ったより甘い、うん、なんかベリーって言ったっけ、もうちょい酸っぱいものかと思った。ね、甘酸っぱい感じでね、うん、いいよ。あの生クリームだって結構美味しい。反応は上々。制作したお店では早速この週末ロールケーキを販売し、その後は予約販売を予定しています。面白いですね。地域のためになるし、なんかね、それが本当に言ったことが商品になるって、なんかいいな、羨ましいなと思ってそういう経験できる。ベリーのロールケーキを考案した生徒は、個人的に音頭のものを使ってるよっていうのを PR して、初めて出品する作品なんで、もうガンガンアピールしていきたいなと思っております。商談会当日、本当ならば会場のホテルに行くはずでしたが、新型コロナの感染急拡大で生徒らは教室からリモートで参加することに。元気よく売り込んでいきたいです。頑張るぞ。また商談相手は県内外のデパートやスーパーなど4社のバイヤー。ロールケーキのほか、カキカレーパンなど5つの商品をプレゼンします。高校生の皆さんがそういういろんな考え方を持って、まあ、新しいものに挑戦しようということがあるのかなと思いまして、いい、参考にさせてもらうことがあるかなと思いまして。しかしいざ始まると、シャカシャカしてシャカシャカしながら食べる楽しさを一緒に味わってもらいたいです。以上です。はい、じゃあ実際にシャカシャカしてもらいますねもう日本語ができん日本語ができん、あれ日本で育ってるから。同級生の励まし合いもあり、なんとか商談を終えた生徒たち。プロから見た印象は、高校生のこの柔軟なアイディアというのは本当にすごいなというふうに改めて感じさせられましたね。およそ1時間半、初めての商談が終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れでした。インプレゼンでした。高校を卒業してもその商品が永遠に残っていけるような商品になってもらいたい。